印広氏は、中華人民共和国の官僚、政治家、石膏省古州市出身。現職は、中国共産党官縮省委員会初期、第19回党中央候補委員。1963年6月、石膏省古州市で生まれる。上海市式多中学を経て、1978年、上海工業大学や金継金総学科を卒業。 1985年7月、母校である上海工業大学に採用され、共生団委員会宣伝部にて部長に就任した。1989年9月、団員初期に昇格。1994年12月、上海市計画委員会弁公室副主任に就任。1996年6月、同志松江県副県長に任命。 1998年7月、長安宿副区長に転任。2001年4月、長安宿党委副書記を兼務。2001年7月、チベット自治区4月地区党委副書記に転出。2004年7月、上海市広北区党委副書記に転任し、区長代行、区長を歴任。2008年5月、上海市人民政府副秘書長に就任。 2012年5月、上海市党委上位に就任。6月には、上海市秘書長を兼務する。2017年2月、上海市党委副書記に昇格。11月には、中国保党幹部学院第一副委員長を兼務。2019年3月には、上海市政法委書記を兼任する。2019年11月30日、河南省党委副書記に転じた。 河南省東医副書記は、前任の陳順治が9月に、姉夏海賊自治区東医書記へ移動した後、空席となっていた。河南省第13期人民代表大会第14回で12月6日、委員広氏が省庁代行、副省庁に選出された。2020年1月14日、河南省省庁に選ばれた。2021年3月31日、 中国共産党官縮省委員会初期に転任。4月24日には、同章寺大常務委員会主任を兼務する。ありがとうございます。